い、皆さんこんにちは、吉野正です。はい、私の動画はですね、いろんな方見ていただいています。そちらの、方々コメントもね、くださる方がいらっしゃいます。そのコメントに対しての返信をねしていきたいと思っております。はい、はい、10月23日にいただきました、ソルタンデピッパー1225さん。はい、ですね、私の、期間限定ファンタ期間限定ストロベリークリームソーダ、こちらを見ていただいたコメントですね、かわいいねということが、書いてございました。ありがとうございます。たまにですね、なんかいただきますよね、こういうコメントをね。うん、なかなか、はい、ありがとうございます。はい、続いて、JAMWTD さん。はい、セブンイレブン半熟卵のハンバーグ丼。はい、こちらのコメントですね、うまそう、これ売ってないですよねってことで、これだから夏、結構前、夏なんでね、8月かなですので、はい、今多分ね売ってないと思いますね。はい、ということでございます。はい、よいしょ。さあ、いろんなコメントをねいただいておりますけれども、はい、ですね、まあいいや、次行きましょうか。はい、はい、続いて、CHEHON8888 さん、8が4つですね。はい、セリアポテトスナック塩じゃが味、はい、これ美味しかったですね。こちらのコメント、食べてというコメントを、ね、いただきました。ありがとうございます。はい、ですね、初めてですかね、ジョンポチさん、ひらがなでジョンポチさん。はい、期間限定秋トリュフ、あ、ブロボン期間限定秋トリュフ、こちらを買った時のコメントですね、いつも楽しく見ております。商品をどこで買ったかを教えていただけるとさらに興味を持ちます。動画更新楽しみにしていますということで、ありがとうございます。はい、ですね、買ったのどこかっていうのもですね、どこかっていうのはどこでしょうかね。ミスソップで買いましたとか、ファミリーマートで買いましたとか、よくね、言っているんですけれども、そういうことでしょうかね。秋トリュフ、これはですね、どこだっけ、ミスソップさんが、なんかだったと思いましたね。はい。ちょっとね、今までもですね、サークル計算で買いましたと言っておりますけれども、まあ、ちょっとですね、今まで以上に意識してですね、コメントしてみ、たいかなというふうにはね思いますね。はい、はい、ジョンポチさんですかね、結構ね見ていただいてるんですね。はい、チャンネル登録させていただきます。はい、はい、続いていきましょうね。ごめんなさいね、ひげ剃ってないんですよね、ごめんなさいね。ね、ワイルドな感じでいいというふうにですね、撮っていただければいいかななんて思っています。はい、続いてですね、4MP009YO さん。はい、ハロウィンたっぷりかぼちゃのクリーム&プリン。はい、あ、これですね、これはね美味しかったね、もうボリュームたっぷりでございました。こちらの、動画のコメントですね、私はマクドナルドのレビューが好きでチャンネル登録をしました。確かに昔の動画の方が丁寧な気がします。なるほど、そうですね、丁寧すぎてですね、本当に時間がかかってしまったという結果なわけですね。はい、続いて、MEGEHAWAZIJYI さん。はい、トップバリューインド産カシューナッツに対してのコメントですね、美味しそう、90円安いということですね。はい、うん、トップバリューね、安くて美味しいものがいっぱいありますね。はい、ちょっと金がなっていますけどもね、はい、続いて、はい、まさやん4869さん、もう本当にねいつもいただいております、ありがとうございます。
はい、北海道じゃがいも塩、あ、北海道産じゃがいも塩、ウェイビーカルボナーラ、はい、こちらのコメントですね。評価方式変えても結局前と似たような感じではあるが、それがのりますらしさだということですね。ありがとうございます。はい、まあ細かな点数ね、8.5 なんて昔言ってますけどね、85点というね評価、表現ができてですね、ちょっと枠がフレームが古かったのかなというね、いう感じですね。はい、続いて、BON7364 さん、はい、さつまいもの天ぷらね食べた時のでかくてね、これねもう買うしかないということでね、買いましたけども、はい、コメントですね。お願いカップラーメン生活に挑戦してください。はいね、死んじゃいますねまあ死にはしませんけれども、はい、よかったなと思います。はい、はい、続いて、あ、こちらですね、 EUPHIZATION さん、はい、私の動画感謝チャンネル登録者さんが400人を超えましたに対してのコメントですね。アゲハさんこんばんは。すでに450人を超えていますね。今更ですがおめでとうございます。動画の本数が1000本以上というのもすごいですね。ラジオやさんの動画は私も時々拝見しています。そんな裏話があったとは初めて知りました。お互いジャンルは違いますが、これからもコツコツ頑張りましょうねということで、非常に丁寧なですねコメントいただきましたね。ありがとうございます。はい、はい、ということで、とりあえずここまでとしておきます。はい、またですねコメントの、返信ねさせていただきますので、よろしくお願いいたします。この、6分50秒で切るのはですね、あまりにも長いとですね、動画アップ できない、あるいはしにくいね、ことがあったりするもんですからね、ちょっと短めでと言ってるうちに7分経ってしまいました。はい、ということでまた、動画、アップします。はい、ありがとうございました。